元キングプリンスの平野翔が7月26日、インスタグラムのストーリーズ機能でファンから寄せられた質問に回答、ダブルコート。ぽっちゃりした女性が好きであることを強調し、話題になっている。7日、滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社、トゥービーのタレントとして芸能活動を再開すると発表した平野。 同日にインスタグラムの個人アカウントを開設して以降、積極的にファンからの質問に答えている。なお、今回平野は、今一番好きな先輩は誰ですかとの質問に、おじさん友達、と年上の友人を挙げ、あの人たちがいなかったらちゃんと発散できていないと思うし、あの人たちがいたからオンオフ切り替えられて仕事も専念できてるよ。原文ママ、イカどう、と説明。 一方、リップピアス開けてる女どう思うとの問いかけには、俺は全然ピアス開いてようが全然気にしない、と返信していた。この日、夜用事があるなら、今日はすぐ終わっちゃうの、と、回答タイムが短いことを予告していた平野ですが、これを悲しむファンに対し、なるべくギリまで一緒にいいよ、と返答。この他にも、たびたび、胸キュンワード。 をり出すサービス精神を見せたため、なんなのこの彼氏感。最高、あれ、私、翔くんの彼女だったっけ、とファンを喜ばせていました。芸能ライター。